広島県、山口県の観光大使などを伝えているということです。はい、続きまして、新宿中村屋総料理長、二宮健さん。ありがとうございます。続きまして、先ほども、紹介ございましたが、中国特異旧調理師、中国無形文化財継承者、中国本連大使、許兆龍さん。世界中国法人連合会国際評議員、和洋祭本連大使、三笠会館新和衣賞料理長、小野崎俊夫様。慶応プラザホテル中国料理統括料理長、李国長様。ありがとうございます。それでは、これよりご乾杯のご発声をお願いしたいと存じます。広東会元会長兼アドバイザーバク・サンムンさん、お願いいたします。恭喜華僑で、僕は、まあ、広東料理でね、やってました。で、今日は本当タク先生に一般記念日にお招きいただき本当にありがとうございます。で、タクさんとはね、いろんな、まあ、40年間木村さんね、本当懐かしい木村さんの名前、石田さんが出してくれて嬉しく思っています。僕は全日空時代に僕の小児科医や東日本ホテルの小児科医でタク先生に司会をしてもらって中国料理の歴史を話してもらって、そういう思い出がいっぱいあります。で、僕の香港グルメの旅でもいろんなものを食べに楽しい思い出とかね、そういう思い出、あと木村さんと賀来さんに、あの今亡くなった僕の先輩で親友で平さん、大倉亮さん、僕3人はね、サンバカでよく賀来先生と木村さんに洋食の素晴らしいお店や和食の素晴らしいお店を旅に連れて勉強させていただきました。その説は本当に滝先生ありがとうございます。で、滝先生がこうやってね、元気にこうやって活躍してるっていうのはね、とても嬉しく思います。僕も今年、まあ、5月で81人になりますけど、まあ引退して全日空65で引退して、まああちこちの顧問みたいな、今は一つだけ顧問で、あとはのんびり家で家内と二人でのんびり孫の顔を見て楽しんでいます。で、これからもね、あの滝先生には健康に気をつけて、まだまだ気持ちが若いんだから、いよいよ乾杯になります。のために頑張ってください。で、本日からいろいろどうもありがとうございます。いよいよ乾杯です。滝先生、おめでとうございます。乾杯、始まりました。本日、協賛いただきました品々のご紹介を